お呼びしたいと思います。高岡愛さん、カモン。松本でも一緒に、ね、歌わせていただきますね、じゃあそれでは一緒に2人で、ね、ビビンダ・ビダロカ歌いたいと思います、リキマティのそうそう日本語だとあーチーチーって言われたやつの英語版です聞いてください。ビビンダ・ビダロカ。
ありがとうございました。初ライメインライブということで、ちょっとなんか、なんだ、不手際がございましたかもしれませんが、一緒に楽しめたことを心より感謝したいと思います。ありがとうございました。またここでお会いできることを祈りつつ、またみんなにお会いできるように、日々精進して頑張っていきたいと思います。みんな本当にありがとうございました。気をつけて帰ってくださいね。ありがとうございました。本当にありがとう。皆さん盛り上がっていただいてありがとう、盛り上げていただいてありがとうということでございますけれどもですね、かなり暑い状況だと思いますのでですね、このまますぐ出てしまうとですね、外は寒いですから風邪をひきます。まあ、ちょっとゆっくり着てってください。いつものようにですね、私のですね、この出演者の近況報告をちょっとさせていただきたいと思います。まず、北原さんなんですけれども、もうすぐですね、2月の14日に、東京の新木場にありますですね、スタジオコーストというところで、バレンタインライブの、ゲストで出演いたします。そしてですね、まあね、サーズデーライブまた戻ってきてほしいんですけど、ちょっとね、今ね、4月ぐらいになんとか戻ってもらえないかなというのをですね、交渉中でございます。はい、ご期待ください。はい、そしてまあ新作の方もね、そろそろね、なんかね、いい曲上がってきてるみたいです。それも多分春先ぐらいに出てくると思います。そして、ゲストの高岡愛さんなんですけども、先ほども言っておりましたけど、これですね、来週の水曜日出ます、この君のそばで、これこっちにした方がいいかな、はい、君のそばで、出ますんですね。この、はい、もちろんこのですね、中にですね、あの本人の作詞作曲のナンバー、そして今日ですね、歌いますシャナイア・トゥエインのナンバーも入ってますので、ぜひ聴いてみてください。そして高岡さんはですね、その3月の10日にもセカンドシングル出ます。こちらの光と風と君の中でね、今あのテレビ東京系のモンキーターンのエンディングテーマ流れてるので、ぜひそちらの方も聴いてみてください。そんな感じですね、バンドの方々も、いろいろと、ね、頑張っておりますので、ぜひどっかで見る機会もあるでしょう。そして、まだ今日のサーズデーライブこれだけではございません。先ほども、皆さん、本人も言ってましたけれどもですね、ここ2週間ぐらい前からですね、サーズデーライブ特製グッズとかね、特製ものを色々作ってまして、今日はですね、特製、北原愛子さんの特製ポスターというのを限定50本販売いたしております。これ日付入りなんで、今日のものの特製ですので、ぜひ皆さんお買い物もいただければと思います。そして、今日はですね、またあのヒルズパン工場のパンがありますけれども、このパンもね、本当にいろいろ入っております。愛子さんの、特製レシピ付きということでですね、入ってますので、ぜひ、この後1階の方で販売してますので、ぜひお買い求めいただければと思います。ちょっとね、多めに作ってあるんですけれども、はい、試してみてください。そして、今回から、今日から初めてですね、ドリンク、作り始めました。今日グランブルーというのと、そのね、スペシャルデイズニョロ青汁というのを、これも愛子さんのレシピをいただいて作ってるんでですね、まだドリンク変えてない方はですね、ぜひこの方もですね、飲んでいっていただければと思います。そんな感じですかね。あとね、チケットはね、3月4日今日からですね、チケットピアなんかでですね、3月分の販売してますんでですね、こちらの方もご利用ください。10時までここ空いてますんでね、まあゆっくりしていってください。そしてヒルズパン工場も11時までやっておりますので、そちらの方もご利用いただければなと思います。そんな感じでちょっと皆さん落ち着いてきましたでしょうか。ということで、またお待ちしております。今日は本当にありがとうございました。